投手が投げる球種の一つであり、すべての基本となる球種ですが、打者のタイミングを外す変化球を効果的に交えて、プロ野球の投手たちは打者をねじ伏せていきます。しかし、打者の目にも留まらぬストレートを投げることで、変化球に頼らずとも打者を打ち取ってきた投手たちがいたのです。今回はそんな号泣を持つ男たちの物語を振り返っていきましょう。高校時代から剛速球でその名を轟かせ、メジャーリーガーを圧倒するほどの直球を投げていたと言われた男、沢村栄治。高校生の時に全日本選抜チームで日米野球に参加した17歳の沢村は、ベーブ・ルース、ルー・ゲーリック、ジミー・フォックスら大リーグの球史に残る名選手たちから次々に三振を奪うと、日本だけでなくアメリカにまで衝撃を与えたことで知られています。特に左足を高く上げた独特の投球フォームから投げる球は、当時のプロ野球界ではドントツで速く、火の玉投手、沢村の前に沢村なく、沢村の後に沢村なしと最大級の評価を受けていました。また沢村が活躍した1930年代後半にはまだスピード感がなかったことから、幾度となくテレビ番組などで当時の沢村のスピードを再現する企画が行われていますが、当時の映像ではキャッチボールの時の映像しか見つけることができませんでした。そのためプロ野球選手がキャッチボールの時に全力の何パーセントの力で投げるかの平均値をもとに沢村のスピードを算出したところ、結果は驚くべきことに 160.4 キロ、現代でこそ150キロへ160キロを投げる投手はいますが、この時代の直球はせいぜい120キロ程度と言われており、いかに沢村の投げていた球が異次元だったかを表していますね。そんな沢村は1934年、現読売ジャイアンツの前身である大日本東京野球クラブに入団。巨人の初代エースとなった沢村は秋季リーグでプロ野球史上初のノーヒットノーランを達成すると、翌年もノーヒットノーランをかますなど、一気に日本プロ野球界を代表する投手にまで上り詰めました。そしてプロ2年目は24勝4敗、防御率 0.81 の成績を残して最多勝利と最優秀防御率のタイトルを獲得し、初代 MVP にも選出されました。しかし徴兵によって1938年から40年までの2年間戦場での生活を余儀なくされることとなり、沢村はプロ野球の舞台から離れることとなりましたが、戦場でもその能力を遺憾なく発揮、その肩の強さから野球ボールの約3倍の重さがある手榴弾を投げる役割を担っていたそうです。ただこれが原因で沢村は右肩を痛めることになってしまい、自慢の速球が次第に投げられなくなっていきました。それでもなんとか投手として復活し、1940年の7月には自身3度目のノーヒットノーランを達成した沢村は完全復活かに思われましたが、またしても軍隊に招集され、復帰後も思うような成績を残すことができず、迎えた1943年、プロ野球通算63勝22敗、防御率 1.74 という成績ながらも巨人から解雇通告を受けたことで、沢村のプロ野球人生は幕を閉じることとなりました。しかし彼の引退後、沢村賞という12球団で最も優れた投手タイトルが創設されるなど、球界に沢村が残した偉業とインパクトは計り知れないものがあり、彼の意思を継ぐように多くの優れたストレートを持つ投手が出現したのでした。金田正一、プロ野球通算400勝、4490奪三振、365完投、14年連続20勝などの後にも先にも到底破られることはないであろう不滅の記録を多々持つレジェンドオブレジェンドですが、20年にわたる現役生活において用いた球種は速球と2種類のカーブのみと言われており、それだけ他を寄せ付けない剛速球を投げていたことが想像できます。プロデビューした年、相手打者があいつのボールは速すぎる、投手と捕手との間隔が短すぎるのではないかとクレームをつけたため、ゲームが中断されたことや、川上哲治も最も速い球を投げる日本人投手は誰かと問われた際、自分が実際に見た中で言うなら金田だと思いますね、若い頃はもう本当に速かったと答えるなど、常人離れした身体能力と直球の凄みはその時代のトップクラスだったのが伝わってきます。そして実際に対戦したことのあるあの王貞治や長嶋茂雄らは、実際には150キロは間違いなく出ていた、もしかすると160キロ出ていたかもしれないと話し、セリーグでしのぎを削ってきたスラッガーたちもまた彼への畏怖の念を覚えるほどでした。そんな金田は1950年の3年夏、夏の甲子園県予選準決勝で敗退すると、その後高校を中退し、シーズン途中に国鉄へ入団。シーズン途中から入団したにもかかわらず、1年目で8勝を挙げると、2年目の1951年にはシーズン22勝を挙げ、ノーヒットノーランまで達成しています。そして1957年にはプロ8年目にして初の最多勝と最優秀防御率のタイトルも獲得し、完全試合まで達成、最終的には14年連続20勝、プロ野球歴代1位となる400勝を挙げ、
1969年に現役引退を正式に表明しました。そしてこの頃になると徐々にスピードガンが各地に導入され始め、今まで打者の体感や想像だけで判断していた速いという感覚が数字として現れるようになります。そんな時代に活躍したのが中日の名投手鈴木隆正。スピンの効いた剛速球で打者をことごとく打ち取った鈴木は、1970年代に非公式ながら球速155キロを計測した投手で、その直球には多くの代打者が打ち取られてきました。そんな鈴木は千葉県に生まれ、幼少の頃から野球を始めると、中学時代はサイドスローでしたが、鳴門高校進学後はオーバースローに転向。鳴門高校時代には野球部の監督の指示で学校の階段の上り下りは全て軸足の右足一本でケンケンで移動したり、自宅から高校までの16キロの道のりをオフシーズンの間は走って下校するなど、強靭な足腰を作り上げます。その練習の成果から3年最後の夏の大会では準決勝まで進出。準決勝では銚子商業に0対1で惜敗しますが、鈴木の剛速球は高く評価され、72年のドラフトで中日ドラゴンズから1位指名されたのでした。この当時の巨人長嶋茂雄監督は、同様に快速球として知られていた阪急の山口隆と比較して、山口より速球は上だねと語るほど、鈴木の速球はプロ入り間もなく名選手たちからも高く評価。この速球を武器にプロの舞台でも活躍した鈴木は、1975年に最多セーブ、76年に最優秀防御率と最優秀救援投手を獲得するほどの名投手となりました。そして鈴木のプロ入団から2年後の74年にプロに入団した彼も、剛速球投手として名を馳せていました。山口隆、身長169センチと小柄ながら、日本プロ野球史上最も速い球を投げた投手とも言われる山口は、高校卒業後関西大学へ進学すると、リーグ4年間で46勝を記録、数々の記録を築いて怪物ぶりを見せつけました。特にこの時の日米大学野球選手権大会では、フレッド・リン、ウォーレン・クロマティ、後にテキサス・レンジャーズから全米1位で指名されたロイス・モーリーらを擁するアメリカ代表チームに対し、山口は見事3勝を挙げ、大会 MVP を受賞しています。この時日米大学野球選手権で対戦したリンは、75年にボストン・レッドソックスで史上初めて MVP と新人賞を獲得したほどの選手ですが、メジャー入り後、山口ほどのスピードボールを投げる投手はメジャーにもそういないと語るほどで、海を渡った先の野球界にもインパクトを与えたのでした。そんな山口ですが、大学卒業後はプロへは行かず、松下電器の社会人野球クラブへ入団。まさかの決断を下したわけですが、それでも1974年のドラフト会議で阪急ブレーブスから1位指名を受けて阪急へ入団。すでにプロ野球でも屈指の直球を持っていた山口は、1年目から12勝13敗1セーブ、防御率 2.93 の成績で新人王に選出されました。またこの年の日本シリーズでも、山口は赤ヘル旋風を巻き起こした広島相手に6試合中5試合に登板し、1勝2セーブ、24回3分の1を投げて21もの三振を奪い、チームの日本一と日本シリーズ MVP を獲得したのでした。そんな山口のプロ野球人生は、怪我の影響もあり、75年から82年のわずか8年だけで終了しますが、僕は 80% では投げられない、だから下位打線だろうが常に全力投球、こんな小さい体でそんなことを続けたんだから、4年で潰れても当たり前、後悔は全くないと語るなど、まさにストレートにこだわった彼らしい発言を残しました。そして金田や山口ら世代を超えて受け継がれてきた直球魂は、単純なスピードを超越した新たな時代へと突入していったのでした。日本プロ野球界で最も直球に愛された天才投手江川卓。福島県いわき市で生まれた江川は、3歳の頃父親の仕事の関係で静岡県磐田市で過ごしました。小さい頃からバットやグローブを与えられたことで、ごく自然に野球を覚えた江川ですが、小学生時代は近くの天竜川で父とよく石投げをしていたそうです。学校帰りに一人で河原に降りていっては、連日30個から40個の石を投げ続け、この石投げがトレーニングの一環となり、江川の地形の基礎となりました。その後江川が中学生になると、父親の転勤で栃木県小山市の小山中学に転校し、その野球部の監督から上投げで投げるように指示されます。当時江川はスリークォーター気味でコントロールを生かした投球をしていましたが、このオーバースローへの転向により一転して剛速球を投げられるようになり、栃木県大会でチームを優勝へ導きました。そして中学卒業後は作新学院に入学すると、1年生ながらに夏の栃木県大会準決勝の対烏山戦で完全試合を達成。その後も圧巻の投球を披露した江川は、高校時代だけでノーヒットノーラン9回、完全試合2回と同年代では無双状態となりました。特に3年夏の県大会予選では5試合44イニングを投げて、3試合がノーヒットノーラン、被安打2、失点0、
奪三振75、奪三振率 15.3 という現実離れした数字で甲子園出場を果たし、いつしか江川は昭和の怪物と呼ばれるようになりました。そんな江川は1973年秋のドラフト会議で阪急ブレーブスから1位指名を受けますが、入団を拒否し法政大学へ進学。大学でも剛速球を武器に活躍を続け、77年秋のドラフトではクラウンライターライオンズからドラフト1位指名を受けますが、本拠地が福岡という理由でまたしても入団を拒否しました。そして江川は翌年でもドラフトの対象となるために社会人野球へとは進まず、アメリカへの野球留学を選択するという前代未聞の選択をし、プロ野球界に衝撃を与えたのでした。そして1年後、日本中を騒がす大事件が起きます。78年11月21日、ドラフトを前日に控えたこの日、巨人がある選手と電撃契約をしたと発表。その男こそが1年間プロ入りを待ち続けた男、江川卓でした。セリーグはこの契約を無効としますが、これに巨人が反発する形で翌22日のドラフト会議をボイコット。巨人抜きで開催されたドラフトでは阪神タイガースを含め4球団が江川を1位指名すると、抽選で阪神が交渉権を獲得します。しかし巨人側は全12球団が出席していないドラフト会議は無効と主張するなど、球界の名手紳士らしからぬ態度で応戦したのでした。最終的に江川には一度阪神と入団契約を交わしてもらい、その後すぐに巨人にトレードさせる形での解決を望むという灰色決着となりますが、これでも野球協定違反であるとの指摘を受け、事実上は巨人の契約で江川は入団し、当時巨人のエースだった小林茂が無償トレードとして阪神に入団しました。この事件は後に空白の1日と呼ばれ、プロ野球の長い歴史に名を刻まれることとなりますが、江川に対する世間の風当たりが強くなったことで、江川は開幕からの2ヶ月間は1軍昇格を自粛しました。その後1軍デビューを果たした江川は結局1年目を9勝10敗と負け越してしまいますが、プロ2年目の1980年には16勝12敗、勝率5割7分1厘、防御率 2.48、 219奪三振、18完投で最多勝利と最多奪三振を獲得し、ベストナインも受賞するなど、早くもその才能を見せつけました。そして3年目も20勝6敗、7完封、勝率7割6分9厘、防御率 2.29、 221奪三振、20完投で最多勝利、最優秀防御率、最多奪三振、最高勝率、最多完封の投手5冠という圧倒的な成績を残した江川は、見事チームを4年ぶりのリーグ優勝に導きましたが、前年と同様に沢村賞に選ばれることはありませんでした。なぜなら沢村賞はその年の先発投手の中で最も優れた選手を決めるためのタイトルではありますが、それを受賞したのは同僚の西本隆で、かつての悪いイメージも影響したのか厳しい結果となりました。というのも勝ち星、勝率、防御率、奪三振、完投数でいずれも江川が勝っていたことから、3年前の江川事件による非難とは打って変わって世間から同情の声が多く集まったのでした。それでもその年の日本シリーズではレギュラーシーズンに続き胴上げ投手となり、エースとして巨人を8年ぶりの日本一へ導いたのは間違いなく江川でした。そんな江川の直球についてですが、江川の現役時代はちょうどスピードガンが導入され始めた時期でもあり、テレビの中継画面では直球の球速が140キロ前後と表示されていました。これだけ聞くとむしろ遅い直球のように感じますが、当時は数字がそこまで正確ではなかったこともあり、2021年の最新の AI を使った映像解析技術によって江川の直球が解析された結果、最速158キロと計測されたそうです。また江川の直球はテレビで見ていても分かる通り、上にホップするような軌道を描いており、ほとんどの打者が彼の投げたボールの下を振っていました。加えて変化球も彼らと同じくカーブしかないという徹底ぶりで、それだけ江川のストレートがプロ野球界でもトップクラスのキレを誇っていたのが分かります。特に代打者と対戦する際の江川は別格の勝負強さを誇っており、各球団の4番打者、特に掛布相手に投げる直球は段違いのキレを誇りました。このようにプロでも存分に怪物ぶりを発揮していた江川ですが、高校や大学で肩を酷使したことで痛めてしまい、わずか9年間で引退、現在に至るまで長きにわたり解説者として野球界の発展に尽くしてきました。もし彼がもう少しプレーすれば、通算成績でも圧倒的な数字を残したかもしれませんが、後に江川は某テレビ番組で、次の年も続けていたら6勝とか7勝で終わるのが分かっていた、お客さんに対し自分の本来の投球を見せられないまま続けているのが嫌だったと引き際の美学を語っています。そんな巨人のみならずプロ野球界の歴史に名を残した江川が引退する頃、パリーグでは日本人離れした速球を投げる投手が誕生しました。伊良部秀樹、在日アメリカ空軍兵士の父と日本人の母との間に生まれた伊良部は、子供の頃から体が大きく、日本の投手よりもメジャーの投手を参考にすることが多かったといいます。そんな伊良部は中学時代、兵庫県のボーイズリーグでエースとして活躍し、香川の強豪である尽誠学園に進学してからは2年夏と3年
年夏に甲子園に出場します。高校時代から150キロ近い直球を投げ込んでいたことで、イラブの中全国に知れ渡ると、87年のドラフトでロッテオリオンズから1位指名を受け、プロの門を叩きました。そしてプロ入り後、少しずつ頭角を現したイラブは、88年のプロ1年目には2勝を挙げると、2年目には西武の清原和博との対戦時に156キロを記録します。そしてプロ6年目の93年5月3日、またしても西武清原との対戦時に自己最速となる158キロをマークし、イラブと清原の対決は平成の名勝負として語り継がれるようになりました。イラブはこの時の直球に対して清原さんに乗せられて投げているだけなんですと振り返り、清原さんがいたから5キロも球速が上がったとも語ってみせました。ちなみにこの試合でイラブはあまりの調子の良さに160キロを狙ったそうで、この時のことをボールになってしまった1球、スコアボードにスピード表示は出なかったんですが160キロを超えてましたね、確実ですよと語っています。そんなイラブが94年には自身初のオールスターゲームにも出場した際に松井秀喜相手に159キロを投じるなど、ここでも剛腕を披露し、この年には初めて最多勝と最多奪三振のタイトルを獲得。その後父の影響もあってメジャーに強い憧れを抱いていたイラブは96年シーズン終了後に海を渡る決断を下したのでした。そして彼と入れ替わるような形で日本プロ野球界にはとうとうこの男が現れます。松坂大輔。東京都江東区で生まれた大輔少年は幼少期から剣道に打ち込むと、小学3年生から野球をスタート。剣道仕込みの体の強さを生かして頭角を現していくと、中学高校と順調にステップを踏んでいきました。特に高校時代、神奈川の強豪横浜高校で2年秋からエースになった松坂は、なんと公式戦44連勝を達成するなど圧巻の投球を披露すると、最速151キロの速球を武器に明治神宮大会、選抜高校野球大会、全国高校野球選手権大会、国体と全ての大会で優勝するなど、エースとして前人未到の4冠を達成しました。そして松坂は歴史に残る夏の甲子園決勝でノーヒットノーランを達成し、平成の怪物として日本中にその名を轟かせました。これでプロ野球からももちろん注目を集めた松坂は、98年のドラフト1位で西武へ入団。プロ初登板となる試合ではいきなり155キロの高めの速球で片岡敦史から三振を奪うなど、早くもその剛腕を披露しました。そんな松坂の直球といえば、メジャー時代のトラッキングデータを見たところ、若干シュート回転しながらも縦にホップするような軌道を描いており、江川や後に現れる藤川たちと同じように相手打者を幻惑するようなボールが備わっていたことがわかります。そのためスライダーという絶品のボールを持ちながらも、彼の直球は当時の NPB でもトップレベルであり、少年たちの憧れであったのも納得ですね。またこの年にイチローと初対戦した時には、5年連続首位打者中のイチローを3打数3三振1四球と完全に抑え込んだ松坂は、ヒーローインタビューで自信が確信に変わりましたと名言を残すと、これにはイチローもこのスライダーを早い段階で捉えない限りは永遠にやられるかもしれないと思ったらしく、直球ではないものの球界屈指の大打者に対して多大なインパクトを与えました。そして最終的にこの年は16勝を挙げ、高卒1年目ながらに最多勝のタイトルを獲得した松坂は、その後も2000年2001年と3年連続最多勝、2年連続最多奪三振を獲得します。その後2002年は肘の故障で離脱するも、2003年からはすぐに再起し、最多奪三振最優秀防御率のタイトルを獲得。2004年にはオールスターゲーム第1戦で2番手として登板し、自己最速タイとなる156キロをマークするなど、輝かしい成績を披露し続けました。また野球の世界一を決める大会 WBC では日本代表として活躍し、2006年9年と2大会連続で MVP を獲得するなど、日本を代表する投手として活躍しました。最終的に2007年シーズンからは海を渡りメジャーでプレーすることとなりますが、日本や世界大会での活躍ぶりはまさに平成の怪物で、最高の投手の一人でした。実は松坂世代にはもう一人、直球を武器に打者を圧倒してきた存在がいます。藤川球児。小学3年生の時に野球を始めた球児は、高校では1歳年上の兄が通っていた高知商業高校に入学。入学当初初めてブルペンで投げた時の球速は124、5キロぐらいの藤川でしたが、当時高知商業の監督だった正木明は、綺麗なフォームでバックスピンのかかったいい球筋を投げていたと語っており、これはうまくいけばプロに行けると直感したといいます。そんな藤川は高校2年生の夏、最速144キロの速球を武器に高知県大会で優勝し、兄と共に甲子園出場を果たすと、3年時には準決勝で敗れてしまいますが、それでも投手としての能力が高く評価され、98年のドラフトで阪神タイガースから1位指名を受けてプロへの道を歩み出しました。しかし当初は先発だった藤川でしたが、期待された活躍はできず、入団から5年目まで1軍と2軍を行き来する生活が続き、目立った成績を残すことはできませんでした。そんな中迎えた6年目の2004年5月、藤川のプロ野球人生を変える転機が訪れます。肩の故障もあって2軍生活
を送っていた頃、当時の二軍投手コーチだった山口隆から球児、右はしちゃおうかと助言を受けると、高校の先輩でもある一軍投手コーチの中西清之の助言で中継ぎに転向。これできっかけをつかんだ藤川は31イニングを投げて35三振を奪うなどブレイクの兆しを見せました。しかし迎えた2005年事件が起こります。確実に力をつけてきた藤川でしたが、4月22日の巨人戦では11対2と大量リードした状態でマウンドに上がると、2アウト満塁で打者は清原、フルカウントまでもつれ込みましたが最後はフォークで三振。これには500号に王手をかけていた清原からは10対2で2アウト満塁、2、3でフォークやでちゃうやろ、ケツの穴小さいわ、チンポコついてんのか、ダフィーも呆れてたわという名言が飛び出しました。しかしここから自分の武器はストレートだと再理解した藤川はリリーフとして80試合に登板すると、伸びのある直球を武器に46ホールド2006年も30ホールドを記録するなど2年連続最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得、とうとうブレイクを果たしました。そんな藤川の直球は圧倒的で、2006年のオールスターゲーム第1戦で登板すると、先頭打者のアレックス・カブレラへの投球を前に全球ストレートを予告、一度もバットに当てさせることなく空振り三振に取り、続く小笠原道弘に対しても全てストレートを投じて空振り三振を奪いました。この時の投球は今でも語り継がれており、彼の全盛期を物語るエピソードとしてプロ野球ファンの間で伝説と化しています。そして第2戦でもオリックスに移籍した清原から全てストレートで空振り三振を取ると、清原は参った火の玉やと語り、この時に放たれた火の玉という言葉は後に火の玉ストレートとして藤川の代名詞となったのでした。一度メジャーを経由した後に阪神で引退することとなりましたが、引退の前年まで藤川は伸びのある直球でリリーバーとして戦い続け、最後まで火の玉ストレートを披露し続けたのでした。そして藤川と違う意味で球界を沸かせたこの男も忘れてはなりません。マーク・クルーン、高校時代投手ではなく外野手としてセレクションに合格したクルーンはセンターからのバックホームが監督の目に留まり投手に転向すると、高校生ながら150キロを超える驚異的な速球を投げるまでに成長。その剛速球がプロのスカウトの目に留まると、91年に憧れのメッツにドラフト2位で入団することとなりました。しかしメッツ時代はメジャーに昇格することができず、94年にパドレスに移籍すると、翌年にはメジャーに昇格し最速163キロを記録しましたが、制球難に苦しみ思うような成績が残せずマイナーでの生活を余儀なくされます。そんなマイナーリーグを転々とする日々を送っていた2004年オフ、横浜ベイスターズから声がかかったことがきっかけでクルーンは来日することを決意。この移籍がきっかけでクルーンは大覚醒を遂げていくのでした。まず横浜でのクルーンはシーズン途中からクローザーを任されるようになると、牛島和彦や佐々木の指導の会もあって制球力が向上。来日1年目の2005年4月30日の中日戦で当時の日本記録タイとなる158キロをマークすると、5月11日の楽天戦では日本記録となる159キロ、さらに7月19日の阪神戦で161キロを叩き出し、甲子園に訪れていた観衆の度肝を抜きます。最終的にこの年は3勝2敗26セーブ防御率 2.70 という成績を残し、日本プロ野球で通用することを示してみせたのでした。その後も横浜で順調な成績を残しますが、2009年限りでの引退を宣言したクルーンは横浜に年4億の2年契約を要求。しかし横浜側の抵抗もあり、結局クルーンは退団することになってしまいました。しかし日本球界での現役続行を希望していたクルーンはその後巨人に移籍、移籍初年度から抑えのポジションを任されると見事41セーブを挙げ、来日4シーズン目にして初の最多セーブを獲得、チームの優勝にも大きく貢献しました。その翌年も順調にセーブを重ね、巨人の2年連続リーグ優勝、クライマックスシリーズや日本シリーズでも守護神として活躍し、巨人の7年ぶり日本一に大きく貢献しました。それ以降は故障に悩まされるようになったクルーンは思うような球が投げられず、2010年を最後に日本プロ野球界を引退しましたが、その直球が日本に与えた衝撃は計り知れないものがありましたね。そして速球派外国人としてクルーンの後に台頭してきた激ヤバな男デニス・サファテ、アストロズやオリオールズなど3球団を渡り歩き、メジャー通算92試合で5勝4敗防御率 4.53 という成績を残したサファテは、アストロズ時代には自己最速の159キロを記録するなど、当時から球の速さには定評がありました。しかし制球難からマイナーでの生活が長くなるなど、晩年では考えられない苦悩の日々を過ごしていました。それでも2010年には自己最速を更新する160キロを計測し、マイナーでトップクラスの成績を残したサファテに対してある球団が話を持ちかけます。広島東洋カープ、セリーグで万年下位に沈んでいたものの、育成や外国人の力で復活を目指していた広島はサファテの潜在能力に注目。その後広島
からスカウトの話を持ちかけられたサファテは同年オフに FA になることを利用して来日を決意しました。そして2011年から NPB でプレーすると最速161キロの直球を武器に躍動。特に制球力に磨きをかけたサファテは来日1年目から抑えとして35セーブ防御率 1.34 という驚異的な成績を残しました。しかし翌年には鼠径ヘルニアの影響もあって契約に至らなかったことでオフに広島を退団。それでも好成績を残した実績ある投手を欲しがる球団は多く、2013年には西武へ移籍しますが、サファテは9勝1敗10セーブ防御率 1.87 と好成績を残したものの、サファテはクローザーへのこだわりが強く、オフに残留の意思を示さず自由契約となりました。そして2014年からはソフトバンクに活躍の場を移すわけですが、この移籍からサファテは選手としての全盛期を迎えたのでした。まず移籍初年度からクローザーの座に定着したサファテはセパ両リーグでの30セーブを達成するなど快挙を成し遂げると、2017年には驚異的な記録を樹立。4月2日の千葉ロッテマリーンズ戦で NPB 通算178個目のセーブを挙げ、クルーンの通算177セーブを抜くと、4月5日のオリックス戦で通算200セーブを達成。これで勢いをつけたサファテは上昇軍団ホークスの守護神として躍動し、日本プロ野球記録のシーズン46セーブを達成すると、最後は54セーブまで数字を伸ばしました。これでサファテは3年連続となる最多セーブのみならず、シーズン MVP、勝力松太郎賞といった各種の個人賞も総なめにする、まさに歴史的なシーズンを送りました。ただその翌年のサファテは怪我で離脱すると、そこから復帰することはかなわず2021年限りで現役も引退しました。しかし2017年に披露した圧巻の投球は長いプロ野球界の中でも歴史的なものだったのは言うまでもなく、外国人最強守護神と言っても過言ではないでしょうね。このように単純な速さだけではなく質という部分も重視されるストレートですが、彗星のごとく現れる剛速球投手たちが今後どのように打者をねじ伏せていくのか、まだまだ繰り広げられるであろう熱い戦いがこれからも楽しみです。それではまた。